はい、皆さんこんにちは、スイカです。早速抽選馬パート5やっていきましょう。さて今日のパーティーはこいつらだ。コジョフ、アメモース、ドガース、ミミロップ、スバメブーサ。あ、これ育成図に全部いるわ。ということで早速抽選馬やっていきましょう。渡る渡る渡る海流使えよなんか、海流から、なんか、寝返って、ロケットの圧でかっぱらってきた丸マインを使ってるな。とうとう、渡るくんがロケット団に寝返ってしまいましたね。お前なんで海流捨ててるんだ、丸マイン使うねん、お前ほんまに。まあいいや。とりあえずですね、その、またドガス、うちのパーティー重すぎるんだよな。あいつのパーティー、これ多分晴れ場なんで、多分なんか丸マインあたりで、なんか晴れ機動員で多分出してきて、そっから多分、全抜きを狙っていこうっていう、そういう考えだと思うんですよ。まあなので、まあ、とりあえず、ブースター確定。ここ一回ね、アメモスから行きます。アメモスブースター確定で、あと誰入れよっかな。なんかスバメとかで行きがすんな。スバメで行きましょう。こんな感じで、行っちゃいましょう。渡る、角刈りしましたね。タンクトップの渡るなんか俺、見たくないねんけど。ドラゴン使いやー、どやーっていうていうらのかっこいい渡るを見たかったのに、なんか丸くなりましたね、渡るくんも。まあいいや。対戦よろしくお願いします。さて、まあ、多分僕の予想では先発、丸マインとかだと思うんですけど、リーフィアカー出しがちましたね。出しがったのはいいんですけど、正直ね、まあ、リーフィアここ引いてくるは丸見えなんですが、ここであいつさん誰に引いてくるかが問題なんですよね。ここ引き先によってね、僕の運命が大きく変わってくる。ここはネバレマネットから。ヘルガーかな。あ、またドガスならいいや。またドガスから来るんだったら問題なし、ちょっとダメージ削りたいんですよね。このまたドガスに。ま、さすがに最初はね、鬼火とかでごまかしてくると思うんで、ここ一回蝶の舞して、で、ちょっと一回殴って、多分あいつはクリアスモックしてくるんで、まあ、そこはちょっと繰り返しで、ちょっとあいつさんを操作していこうかなっていうような感じで、いっちゃおっかな。あ、これあいつさんうまい。これうまい。これはうまい。で、毒飯持ってるやつってクリアスモックあんのかな？ちょっとわからないですけど、とりあえずこれで、それなりに火力は出ると思うんで、まあ、またドガスは確定3発ぐらいまで持っていってほしいな。結構食らいますね。毒飯。あ、なんかアイスさん毒飯命って感じですけど、後ろの控えのポケモンたち、ちょ、悲しいことに、軒並み、根性とかで動くポケモンたちだから、大して刺さらないっていうね。ちょ、そこが面白いですね。ここ引いてくるんじゃね？引いてこない。当たらない。道連れ。あ、別に道連れはされてもいいかな。別にね、ここ、いいわ。置き土産とかじゃないんだね。へー。てか、このね、アメモスめっちゃ鬼、めっちゃエアスラ外すんですよ、こいつ。なんか知らないんですけど。いや、なんかね、5%、こんなに外れるもんなのかっていう、肝心なところで外すんですよ。さっきも、このように外しまくるでしょ。まあ、突撃室のエアスラ使いは、やっぱり、こういう定めであるんだなっていうことが、まあ、これで、実感しましたね。正直もう、アメモスには、焼き割りないんで、これで5体上願うわ。お疲れ。でーす。あと、ここで出すんは、ブーちゃんからでいいかな。ブーちゃんからいきます。リーフィア、オッケー。いや、ここでね、リーフィア、じゃ、スバメから出さなかった理由としては、うちのスバメさんね、一回守るとか挟まないと、根性発動しないんで、まあ、それのケアで入れたっていうような感じです。まあ、一応このブーちゃんはもう、根性型なんで、まあ、どうってことないね。ハリテヤマとかいいのかな？ヘルガー、なるほどね。ヘルガーでも別に大丈夫やな。別になんとかなりますね。まあ、ここでもらい火でパクられちゃいますけど、正直ブースターを一撃で持っていける技は何もないはず。まあ、なので、まあ、ここもから元気でいいか。裏のポケモンまさかこいつだと思わんかったけど、バカ力でもいいな。バカ力にしとくか。ただここでね、一番めんどくさいんが、なんかリーフィアバックが一番めんどくさいですね、ここ。はい、打ち。まあ、それ耐えるな。ちょ、プニャじゃねえよ。まあ、ツイッターいやー、まあ、なんかこういう時に、ヘイシリーって言うたら、なんか反応するみたいですね。まあ、いいや。あれ、皆さんさっきのヘイシリーで、
タブレット反応しましたか？ちなみに、実況者とかの Hey Siri とかで、iPad で動画見てるときは、大体反応しますよ。それで、いちいち、切ってね、まあ、それでまた再生し直すのがまためんどくさいね、これね。だってま、このブイズ対決が、潔く、勝たせていただこうか、かっこよくね、決めていかないと。まあ、とはいえもう正直、ブースターはもう、とっとく理由がもうないんで、まあ、ここはもう切ります。あ、普通に抜かせるし。うん。まあ、根性なんでさすがに、飛びますよ。あ、助けなんだ。ええー。これはワンチャン倒されるまでありましたね。願いご、あー、そういうやつか。願いごと守るで、まあ、それで、倒していくってやつやな。なるほどね。了解了解。まあ、これはそうやな。もうこれも、一発でキリつけていくしかなさそうですね。さて、ツバメさん、行こう。ピュピュ！いや、これ絶対今の鳴き声、下手やったな。どうしよう、ここ。ここね、いや、ま、ここはあいつさんも、正直、やることわか、見えてるか。ここブレバでいいわ。うん、ここブレバでいい。ここがいて守ってくるから。守ってこない。対戦、ありがとうございました。守ってこないんだ。何このパーティー。かなそらさん対戦よろしくお願いします。この段階ではレート3桁いるんですね。まあ、今僕も、ちょっと負けに負けを越しすぎて、今レート1080かなんかそれぐらいだった気がするんですよね。なんかとうとう1100台から1000台に落ちてしまったかと。まあ、結構落胆してるんですけれども。まあ、なんか下には下がいると思うと、ちょっとね、胸が躍りますね。発想がゴミクズですけど。さて、まあ、それはともかく、ここ先発はね、誰から行こう。コジョフから行きます。コジョフから行き、で石詰まり止めるのに、ドガース。で、ミミロップ。最後にこれで行きます。で、今回じゃないわ。来年の5月に、ファクトリーオフっていうオフ会が開催されるんですけれども、まあ、その前に、なんか、アンケートみたいなのがありまして、で、その欄で、来てほしい実況者を3人まで書いてくださいっていう、まあ、そういう欄があって、皆さんはもし、まあ、書いた人で、誰を書きましたかね。なんか僕、ツイッターをね、見てる限りではね、スイカっていう単語が、一言もなかったんで、僕、そんなに、救われていないんかって結構テンション下がっているんですけれども、皆さんは誰を書いたでしょうか。もし書いてなくて、まあ、僕のことがちょっとファンっていう方がいらっしゃれば、まあ、ぜひともファクトリオフに僕の名前とあと他の好きな実況者2人書いて提出してください。あ、それでアンケートでなんか票が多かったら、待って、ここ思考停止でトンボ返したけど、これ合ってるんか。まあ、ミブロップでいいか。いや、待って、ここ待って、ここ一文字やばくないか、普通に。待て。どうする。待て、考えなくてはいけない。もう、まあ、ミミロップでいいか、もう。落ち着け。なんか、トリックルームしてきそうやけど。まあ、それで、ぜひとも書いてください。で、それで、大文字結構食らうんじゃないの、これ、もう。3分の2ぐらい。うわ、めっちゃ食らうし。これを、自慢の、Z ハネルができないじゃないか。まあ、もう、雷でいいか。ミミロルはここで、ちょっと、お役御免って感じになりそう。うん。まあ、ただこれ、肝っ玉なんで、メガ進化することを考慮したら、あいつさん結構、難しいかもしれないですね。まあ、そんなこともないと。どれぐらい入んの、ちなみに。まあ、まあまあ入りますね。あ、この急所はでかい。この急所は後々刺さってくると、ミミロルよく頑張った。さて、なんかお前、押すやのに、またツルツルやな。へぇー。へぇーってなっちゃったわ。まあ、コジョフ行きます。さて、いや、大体みたいな、この手の一文字は、すり抜けなんで、まあ、炎の体で炎上するっていう事故は、さすがにないと思いたいんで、まあ、ここ毒好きで、さすがに落ちてくれるんとちゃいますか。落ちなかったら大事故ですね。うん。落ち、オッケー。よく頑張った、コジョフ。そして、こっからですね、マッキョとかも地味に厄介やぞ。あとは誰やろう。モノズとかも厄介やな。石住まいもかなり厄介やけど、噂したら出てきたな。さて、一応、スカーフの可能性も、まあ、ゼロではないんで、ここ直撃します。ドガースに。で、石住まいでしょ？空破したらあれ、どこまで抜かせるんですかね？カプコケコとか抜かせるんかな？それやったら大体50族とかになってくるけど。さて、どうなることやら。まあ、空破してきましたね。
さて、まあ、カラヤブしてきても、うちの、ドガースさん、クリアスモック持ってるんで、何も怖くないですね。さて、まあ、ここはクリアスモックで、まあ、頑丈を潰しつつ、後ろのポケモンにも、ちょっと、鬼火とかをね、ぶち込めると、なおよしって言ったような感じでしょうか。まあ、そうやね、鬼火が刺さるって言ったら、モノズとか、ガン刺さりちゃうか？モノブズガン刺さりやし、アイアンタもガン刺さりじゃないか。お前、硬すぎやろ、お前。そんなに、そんなんしか食らわないのか、もう。わざわざ、ちょっと負けすぎたから、クリアスモック、蓄えるから、クリアスモックに変えた結果が、これで、こう、そうした。よかったよかったよかった。ドガースね、奇跡なしで、実数値がなんとね、防御特化で160ぐらいあるんですよ。それが非常に、硬い。びっくりする、ほら、もう。何ダメージよ、これ、もう。10、9ダメージぐらいじゃないか。もう9ダメージですよ、もう。ダメージがびっくりするほどの少なさ。さあ、これで、石住まいは、機能停止。もうこれでもう何も怖くないですね。もうここで、まあ、石住まいさん、なんか体力少なかった記憶があるけど、まあ、痛み明けで、まあ、申し分程度の回復もできる痛み明けと、またトガスよりも強いんじゃないか、これ。硬さ的に言うたら、まあ、こういうところがドガースの非常に強いところですね。ほらもう、4ダメージしか入らない。これ、あいつさんなかなかしんどい。もうなんか、降参ボタン押したいんじゃないか。ただ、こっちももう底がついて、回復が全然できなくなった。まあ、ここはもう、大文字でいいか。あと、大文字といったような技構成となっております。はい。さて、仲間大会のこともね、そろそろお話ししようかなと思ってるんですけど、あ、皆さんの仲間大会の優勝商品何がいいですか？やっぱお金がいいですか？僕広告止まってて、お金が、今ね、全然ないんで、え、何それ？カムラか？うええそういうやつか、フィラノミか、なるほどな。優勝商品、今考えてるのが、優勝者の住んでいる、お住まいの地域に、オフ会を開くっていうのを企画してるんですけど、いかがでしょうか？なので、まあ、仮に優勝した人が、なんか中国とかね、アメリカとかだったら、まあ、渡米とか、しないといけないっていうような、まあ、そんな感じですね。まあ、なんかありましたら、他にありましたら、ぜひともコメントをよろしくお願いします。はい。まあ、それぐらいかな。なんか、ドガース、こう見るとなんか、何だっけ、メテノに見えるな、メテノに。まあ、ちょっと、これ噛み砕く当たると、ちょっとめんどくさい。ちょっとここ、でもスカーフもあるよな。スカーフ考えたら、鬼火とかも迷うな。スカーフを仮定するんやと鬼火やな。だってスカーフ持ちそう、これ絶対スカーフやわ。これ多分スカーフだと思います。まあ、とはいえ、勝ち筋をね、積み重ねていくことが、これ大事なんで、まあ、僕これ多分 90% で勝つことができます。あ、ごめんな、90% じゃないな。これ、張り切りもあるんで、まあ、場合によっては、72% ぐらい？ん？何%だ？まあ、それなりに高い確率で勝つことができるっていうような感じです。さて、ここ、当てたら勝ち。まあ、相手が外しもワンチャンもある。さあ、ここ、気になるところですね。さあ、どう来るか。よしよし、当たってくれた。よっしゃ、対戦ありがとうございました。今回、コジョフ大活躍やな。まあ、捨て身でね、飛び膝切りの威力がまだ上がるんで、そこもまた強いところではございますね。対戦、ありがとうございました。